ちなみにスイム版はですね 4K おっぴろげを実現できるということなので 4K でライトニングさんの交換を閲覧できるということになっております。ご堪能できます。みんな見えてるかな。トレーニングを始める前にちゃんと 4K になっているか確認だ。準備はできたようだね。それじゃあシコシコおっぴろげいってみよう。いい聞いてる。君の海綿体も喜んでるよ。はい。しこしこおっぴろげ。このバグずっと飛び続けてたら一応消えたまんまになるんですよね。ただ着地して足ブームするともう出てきます。じゃあせっかくなんでおっぴろげたまま調査台キャンプあたりまで行ってみようか。サッツの家まで行きたいけどはしごあってちょっとチョコボでは登れないんですよね。登りがむずい。すぐ着地するしちょっと登りがむずい。インビジブルエアーで消えてるからいつ着地するのかもちょっとよく分かりにくいし。カンパスファーム。正義の心をパイルダーオジンガーザダイレクトに植毛していくスタイル。ワッチ邪魔すんなこのチキン野郎。キサル先生逃げておっぴろげお化けよ。出すなら中に決まってよ。ハラミハマーわーい、チョコリーナおばちゃん。よし、着いた。ふぅ、2時間かかった。ここをキャンプ地とする。